町のお店のイチオシ情報をご紹介するイチオシ。今回はキャンディーボックスのスタッフが何やら美味しい定食屋さんを見つけたということで、米沢市通り町一丁目に来ています。この場所まさに住宅街といった場所なんですが、本当にこの場所にお店があるんでしょうか。あ、もしかしてあれですかね、のぼりがあります。のぼり旗を目印に住宅街をさらに奥へと歩くなおちゃん。すると、あ、ありました、定食どころ相田さん。ご主人、今日はよろしくお願いします。いらっしゃいませ、よろしくお願いします。早速なんですが、こちらのお店は定食がメインのお店なんですか？そうですね、定食がメインというか、まあ、定食だけを出しているような感じですけども、とんかつ定食とかカツカレー、焼き魚とか、ボリュームがある定食を出しております。ボリューム満点なのはとっても嬉しいですね。ありがとうございます。たくさんメニューあるかと思うんですけれども、中でも一押しのメニューは何ですか？はい、当店一押しは NTS フライ定食になります。ご主人、見事な一押しポーズありがとうございます。そしてその一押しメニューがこちら。お待たせしました、こちらが NTS フライ定食になります。すっごい、このフライの数、ボリューム満点ですね。ありがとうございます。どんな内容になってるんでしょうか？はい、中身としてはヒレカツ、北海道産じゃがいものコロッケ、あとフィッシュフライ、そして厚切りハムカツになります。とっても美味しそうですね。ありがとうございます。もうどれも美味しそうなんですが、特に気になるのがこのハムカツですよね。見てください、この厚さ、美味しそう。からしをつけて食べるのがおすすめということなので、つけていただきます。うーん、おいしい。ハムがジューシーですね。そして衣がちょっと薄付きなのでサクッとしていて、どんどん食べられる美味しさです。ジューシーなハムカツは白いご飯と相性抜群。なおちゃんもすかさずご飯をパクリ。ご飯が進みますね。ご主人、山盛りのフライの他にも小鉢もついてくるんですね。そうですね、今日の小鉢はだしと、あとささぎの煮物になります。いずれも私自分で作った、自家製野菜をふんだんに使っておりますので、喜んでいただけると思います。ではこのささぎの煮物をいただきたいと思います。うん、おいしい。甘辛くって、これもご飯が進みますね。本当にボリュームが満点で、男性だったり学生さんにも嬉しいですし、また野菜もこんなにたっぷり入っているので、女性にも嬉しいメニューですよね。そうですね、当店はどうしても揚げ物が中心になってますので、副菜はできるだけ野菜を中心にあっさりとしたものをお出ししています。副菜を楽しみに来られるお客様が非常に多いですね。そうなんですね、本当に愛情がたっぷり詰まったメニューなんですね。ありがとうございます。ところでこちらのメニュー NTS フライということで、ちょっと変わったネーミングですよね。どういった意味なんですか？あ、これはうちのシェフの名前から名付けました。おーい、のりちゃん。はい、妻ののりこです。のりちゃん特製スペシャルフライ NTS フライです。シェフののりちゃんこと奥様ののりこさんは揚げ物などのお料理を担当。和人さんとご夫婦2人で厨房を切り盛りしています。実はのりこさん、キャンディーボックスを毎回欠かさず見てくれているそうで、特にあの人がお気に入りなんだそうですよ。お店の人とそのタカティさん の, この会話の取り合いとか、そういうので、面白いようなところもあるし、見れない時はビデオに撮ってまで見るように、
楽しんでます、はい、いつも見てるキャンディーが、うん、取材に来るって聞いた時はどんなお気持ちだったですか？うちでいいのかななんて、うん、こんなね、町から離れてるようなところでもね、うん、見つけていただいてありがたいと思ってます。いえいえ、こちらこそいつも見てくださってありがとうございます。一押し。さて続いてはお店おすすめの丼メニューをご紹介。相田さんちの豚丼、略して相ブー丼です。甘辛の醤油ベースのソースに自家栽培の鷹の爪で作った一味でピリッと辛みを効かせた食欲そそる一品です。美味しそうですよね。いただきます。お肉が柔らかい、しっとりしてて美味しいですね。あとこの甘辛いタレがご飯にも絡まってて、もう最高にマッチしてますね。お肉たっぷり、食べ応え抜群なのになぜかさっぱりと食べられちゃうこの丼。秘密は作り方にあるんです。実は豚肉を一度軽く湯通しをして余計な油を落として、それから自家製のタレでお作りしてます。あ、なるほど。さっぱりしてて美味しいです。そしてこのご飯とお肉の間にキャベツがたっぷり入っているのも嬉しいですね。やはり野菜をたくさん食べていただきたいっていう思いもありまして、中に入れてみました。本当に美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。一押し。相田さんご夫婦がこのお店をオープンしたのは4年前のこと。JR 職員だった和人さんが若い頃に憧れた飲食店の夢を叶えたいと夫婦でお店を開きました。結婚して今年で32年、年を重ねたお二人の新しい挑戦でした。お店を始めてみていかがでしたか？そうですね、オープンして1年足らずで新型コロナが流行して、ここ2、3年は大変厳しかったですね。それでも常連さんのおかげでなんとかここまで、やってくることができました。やっぱり新型のコロナが始まってから厳しい時がありました。でもやっぱり本当にリピーターの皆さん、常連の皆さん、に支えられてきましたので、これからも喜んでもらえるように、美味しいと言ってもらえるように、頑張っていきたいと思います。これからもお体を大事になさってお店へ続けていてくださいね。今回は本当にありがとうございました。ありがとうございました。相田さんご夫婦のあったかい愛情が詰まった定食メニューはお腹も心も満たされること間違いなしですよ。他にもオープン当初からの人気メニュー、とんかつ定食もおすすめ。国産の豚ロースをドドンと 200g 使用しています。付け合わせのソースは自家栽培のバジルとニンニクをたっぷり使ったオリジナルのバジルソース。サクッと揚がったジューシーなとんかつにバジルの香りがベストマッチな一品です。またテイクアウトのみで販売しているおからコロッケは、おから、ひき肉、ごぼう、人参など10種類の具が入って栄養満点。冷めても美味しい手作りコロッケです。1個85円、1日30個限定で販売中。こちらもおすすめですよ。町から離れて分かりづらいところですけども、皆さん来てください。お待ちしてます。定食どころ相田さんから素敵なプレゼントをいただきました。番組放送期間中、キャンディーボックスを見たと言っていただくと、お食事代金を100円引きにしていただけます。定食どころ相田は米沢市通り町1丁目の住宅街にあります。上り旗が目印。学生さんにはとってもお得なワンコインメニューもあります。
ぜひ一度足を運んでみてくださいね。